どうもこんばんは、桃太郎でございます。12月もここに来てですね、急に寒くなってきましたよね。もう布団から出るのがとても辛い桃太郎でございます。さて、もう年末ということでございましてですね、本日は、ここ直近半年で NBOX のために購入、もしくは取り付けたものというのをですね、その使用した感想などを動画にしてみました。まあ、本当はですね、買ってよかったベスト5とかにしたかったんですけど、正直最近これが欲しいというものがなかなかありませんので、まあ、とりあえずですね、もう買ったもの全部の感想をお伝えしたいと思います。なおそれぞれの商品の内容についてはですね、詳しくは過去の動画のリンクを概要欄に貼っておりますので、そちらをご覧いただければと思います。それではよろしければお付き合いください。まず一つ目ですね、 TPMF タイヤ空気圧監視システムでございます。いわゆるパンクやなんかでタイヤの空気圧が減った時にですね、警告してくれるセンサーですね。こちらはですね、購入したんではなくてモニターとして株式会社のエンラージ商事さんからご提供いただいたものになります。でそもそもはですね、中華製のですね、タイヤのバルブにセンサーをつけて、車内のデジタルモニターに電波で空気圧データを送信する、TPMF に興味を持ちまして、まあ、あれ値段が安くてですね、しかも空気圧の数値がモニターで確認できるので、まあいいなと思っておりました。で、まあ、ただタイヤに空気を入れる時にですね、センサーを取り外すのがちょっと一手間必要なのと、国内の電波法でいうとちょっとグレーなんですね、あれって確か。だからそこら辺がちょっと引っかかってて、まあ、検討してたところだったんですけど、まあ、たまたまエンラージ商事さんからその時期にモニターのお話をいただいたので取り付けてみたわけでございます。でこのエンラージ商事さんの TPMF というのはですね、先ほどの中華製のやつとちょっと違いまして、直接タイヤの空気圧を測っているわけではありません。間接式で、まあ、OBD2 の情報でタイヤの回転数を検知して、間接的に空気圧が減っていることを判断しているものでございます。まあ、詳しくはですね、過去の動画で説明しておりますので、概要欄にリンク貼っておりますので、よろしければご覧ください。でこの商品のメリットはですね、まあとにかく後付け感のない純正っぽい本体の収まりですね。まあ、ここが意外と嬉しいんですよ。でまああとカプラオンでの取り付けで、そこに電源も供給されるということで、電源を別で取る必要がないところもいいかなと思っておりますね。まあ、デメリットとしてはですね、これダッシュボードのパネルとかハンドル周りのパーツを取り外さないと付けられないということが一つあって、ちょっと面倒なんですね。あと空気圧の数値が出ないというのも、まあ、デメリットかなとは思います。で実際使ってみてどうなのかと申し上げますとですね、まだタイヤの空気圧減って警告音出たことがないので、正直よくわからないですね。ただ光がついてるだけなんですけど、ただその足元でタイヤの形をしたランプ、モニターのランプが光ってるのはなんか嬉しいんですけどね。まあ、ただその実際警告が出て嬉しいかと言われると嬉しくないので、異常の警告が出ない方がいいんですけどね。まあ、ただ、警告がもし出た時には動画にさせていただきたいと思います。続いてはデジタルタイヤ空気圧ゲージでございます。まあ、これまではですね、ガソリンを入れる時にガソリンスタンドで、まあ、空気圧のチェックをしていたんですけれども、まあたまにすでに測っている人がいたりですね、まあ、後ろでもう並ばれてしまって、まあ、落ち着かないと測定するのがということもあるんで、まあ、今回 TPMF もつけたしですね、まあ、お家でもですね定期的に測ってみようかと思って買ってみました。まあ、本来測定器っていうのはアナログの方がですね、数値以外の情報も読み取れていいとは思うんですけれども、まあ老眼が入ってきている私にはですね、大きな文字のデジタル表示が最高でございます。でまあ実際使ってみた感想なんですけど、まあ本体このもの自体ですね、格安の中華製なんですけど、まあ特に悪い印象はなかったんですよ。でただですね、やっぱり測定したらですね、
それに応じて空気圧の調整をしたくなるというのが人情でございますよね。なのでやっぱりもうデジタルゲージと、まあ、エアコンプレッサーですねの一体型の方が良かったなと思っておりますね。だからまあもし買われる場合はそっちの方がいいんじゃないかと私的には思いました。はい、続いてハンモックバッグになります。こちらはですね、後部座席に買い物の荷物を置いておくと暴れん坊将軍になるんで、それを解消するために購入いたしました。まあ、取り付けも簡単 で使わないときはですね、簡単に隠すこともできます。で、実際使ってみた感想なんですけど、もうこれはかなりおすすめでございますね。正直手放せません。ナイトアルトでは大違いです。暴れん坊将軍も真っ青でございます。で、まあ、質感は置いといてですね、価格もお安いのでもう本当におすすめですね。まあ、詳しくはですね、過去の動画を見ていただければと思います。はい、続きましては緊急用のシグナルライトでございます。こちらはですね、この半年に買ったものではなくて前の車の時から入れてるものなんですけれども、まあ、この半年の間に動画にしましたんで一応入れておきますね。いわゆる事故などが起きた時に役立つ、あのシートベルトカッター、窓ガラス割り、懐中電灯、赤色点滅灯などの機能を持った、まあ、マルチツールですよね。で、これ、まあ、乾燥っていうか、あの TPMF と同じでまだ実際に使ったことがないんで何とも言えないんですけど、ただまあ現在はですね、ハンドル下の収納スペースに置いてます。で、ただ実際事故のが起こった場合にどっか飛んでいかないかという懸念もあって置き場所を検討中でございます。まあ、あのせっかく置いといてもですね、事故の衝撃や何かでですね、どっかに飛んでいってしまって、あの使えなかったら意味なし置くんですからね。はい、それからですね、ロングマルチケースになります。まあ、これはですね、もともと主にあの撮影用の三脚を入れておくために買いました。ただまあそれだけではもったいないんで傘も同時に入れております。で、まあ乾燥、使ってみた乾燥としましたらやっぱり便利ですね。まあ、あの下に置いといて暴れん坊将軍になることもありませんし、この間ですね、九州の旅行に行った時に一時雨が降ってきたんですけど、まあ、ここに傘を入れておいたおかげで、まあ濡れないで済みましたし、ただあのデメリットとしてはですね、片方の後部座席のみダイブダウンを振ることができないということに気づきました。まあ、その時何をしようとしてたのか忘れてしまいましたけども、危うく傘が曲がるところでございました。まあ、ちょっと大げさですけどね、その前に気づきますからね。最後にですね、買い立てピチピチダイソーのサンバイザーサングラスクリップになります。サンバイザーに取り付けてサングラスを保持しておくクリップですね。まあ、ダイソーじゃなくても数百円も出せばいろんなところで売ってるやつでございます。まあ、税込み110円の商品ですが、これめちゃくちゃ便利なんですね。あのこれをつけてからサングラスを使う頻度がすごく上がりました。で、やっぱケースにしまってるとですね、どうしても出すのが面倒になってサングラスを使うのを躊躇してしまいますけれども、これだったらすぐに取り出せてすぐに戻せるんで、とても便利でございますね。で、車用にですね、サングラスを買ったのに全然使ってない方で、まだこのグリップを試されたクリップですね、このクリップを試されたことがない方はですね、まあ、騙されたと思ってぜひ買って使ってみてください。まあ、騙されたと思っても110円なんで。はい、以上がここ半年で Nbox で使うためにですね、購入もしくは取り付けたものの感想でございました。ハンモックバッグとサングラスクリップはですね、期待以上にかなり満足度の高いものでございました。何かの参考になれば幸いでございます。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとブログ、ツイッターもやっております。そちらの方にも、コメント、フォローなどいただければ励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた。